小倉競馬第4競走を3歳未勝利戦、芝の 1200m 18頭で争われます。向こう正面2コーナーポケット地点からのスタートです。奇数番号の各馬収まって、偶数番号の各馬続々とゲートを埋めていきます。朝からいいお天気、気温も上昇、夏競馬真っ盛りの小倉競馬場、4レース午前中最後の競走を迎えています。18番のモンテコルの最後に向かいます。少し小走りで18番ゲート収まって係員が離れます。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。14番のグレイコードがいいスタート。さらにそうには15番コスモグングニールも並んでいっています。さらにはその後ろに13番リアライズ3番手、内から4番のホーオーマーメイド、それをかわします。間からは9番のデイツナモード、外には11番プリモカバロ、さらに16番のタマオンメガジョッキ、外並んで内からは3番アジュールブルー、中段に7番花咲ポプラ、内から1番ブルージュドバイ、さらには10番のスプル、外に6番のイナウィンク、さらに半馬身走18番モンテコルノ、あとは2馬身内から12番の湘南アウリ、外には17番日本ピロスラーナ、2番モズキラー、内から4馬身離れて8番の大成サーマル、最高峰5番のウィンドゥベライト、立長で4コーナーのカーブを迎えます。さあ前は7枠の2頭、10番コスモグングニール先頭400を通過、内は14番のグレイコード、外に出して4番ホーオーマーメイド、さらに間から9番デイトナモード、4頭広がった直線へ、その外に出していく13番リアライズ、オーストは16番のタマモメガジョッキ、あと200の標識通過して先頭9番のデイトナモード、その外から4番のホーオーマーメイド、さらにリアライズ、外は16番タマモメガジョッキが突っ込んできた。リアライズ、タマモメガジョッキ差を詰めるが、デイトナモードゴールイン、デイトナモードを押し切りました。2番手争いが2頭接戦、タマモメガジョッキとリアライズ、13番のリアライズと16番のタマモメガジョッキ、この2頭が迫りましたが、9番デイトナモードを押し切りました。勝ち時計1分8秒4、上がり4ハロン46秒4、3ハロン35秒7でした。小倉競馬第4競走3歳未勝利戦、後位追走から抜け出した9番デイトナモード、それを追って16番のタマモメガジョッキ、13番リアライズ、2頭が迫りましたが、押し切った9番デイトナモード、鞍上は藤岡幸太騎手です。距離短縮、今日は芝に戻しての競争、芝 1200m で初勝利。小倉4レースは9番デイトナモードが押し切りました。この馬4番人気タマモメガジョッキ、15番人気2着3着13番のリアライズです。9番16番13番4番人気15番人気1番人気です。単勝9番 9.3 倍、枠連合826.4倍、馬連9番16番 386.8 倍、馬単9番16番 623.5 倍、三連複9番13番16番 216.6 倍、三連単9番16番13番 2194.2 倍です。確定までお待ちください。